パリの店舗、フォンテーヌのパルファム・キャロンは、フランスの香水がメインの化粧品ブランド。キャロンとしてのブランドは、1903年にエルネスト・ダルトロフにより、パリ・ラペロン通り10番にて創業された。エルネストは、ブランド名を自身の名前にせず、パリにあった、キャロン香水店の名前を気に入って、オーナーのマダム・キャロンより買い取って冠した。以来、 名号を次々に発表、発売し、種類は60以上になる。フランスでは正当派の香水として、女性が生涯に一度は愛用するブランドとなっている。特色として、パッケージングされた商品だけでなく、パリとニューヨークの店舗では、フォンテーヌのパルファムといって、バカラ製のフォンテーヌと呼ばれる、ガラスの亀からの香水の量り売りも行っており、香水のほか パウダーも発売している。香水容器としてのボトルは、服飾デザイナーであり、キャロンの後継者となったフェリシエ・ヴァンピールなどもデザインを手掛け、バカラ製が使用されることが多い。1982年に、キャロンブティックとして、パリのモンテーニュ通りに移った。1998年には、美容用品のパトリック・アレス社がオーナーとなって、その香水部門となった。 アコードとノートは主に公式 HP のものを採用。ノートはミドルノート。ありがとうございます。